まずこの前ブライトンの三笘がスーパーゴール決めたじゃないですか。ここで圧縮がかかってやばいやばいっていう圧縮がかかって、ね、ゲートの入り口にも当たるんですよ。で見てください、あっちがフリーブロックの中に三笘侵入してってゲートを縫っていくドリブルをしたんです、うん、これ一つの方法です。他にいっぱいありますね。もし大ちゃんこれ守ってるとしたらえらいことになりますよね。これがロンドのからくりです。はい、じゃあ今回もですねチュートリアル、前回の前編に続きまして、はい、周辺をやっていきたいと思います、はい、攻撃スイッチのね入れ方、はい、で今回もぎっくり腰をアドリナリンで乗り切ってしまう清澤さんが解説してくれます。俺じゃ あの石井じゃん。俺が解説するの。あ、じゃあ解説するのは俺だけど。ぎっくり腰のあの石井でしょ。韓国で。アドレナリンででもこの人はぎっくり腰を乗り切ろうとしてる。いやすごい。なんとかなりますんで。はい、うん、むしろその動いた方が良くなる。良くなる。うん、本当びっくりした。あれは発見です。皆さんぜひぎっくり腰になったら無理やり動いてください。気合を入れて治りますんで。じゃということで、はい、今回じゃあゲスト、あ、そうですね、今回は、皆さん大好きなパンダ兄弟の大ちゃんです。皆さん大好きな大ちゃんよろしくお願いします。大ちゃん、東山と覚醒寸前まで行ってますよ。映像を見ててこの間門出さんとも話してて、やばくないですか？やばい。みんなで動画チェックしてる。チキタカとか、なんか要所要所でできてる。めちゃめちゃいろいろできるようになってますよね。うん、で今彼らちょっと苦手なところあるんですけれど、それがやっぱ大ちゃんに通じるところあるんです。うん、同じタイプ。そう同じタイプっていうかね、やっぱ母校でもありますから。うん、でそんなところを、解決する、まあ、東山さんの課題を解決するためのチュートリアルでもあるし、大ちゃんのためのチュートリアルでもあるんで、ぜひ今日は、はい、楽しんで、はい、やってください。はい、俺が司会みたいな。そう、司会みたいな。俺とか話聞いてるけど。じゃあそれでは、はい、周辺ですね。はい、はい、周辺です。それではやっていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、普通のサッカ ー一般的な普通のサッカーをまず説明します。大ちゃん、普通のサッカーって、ボールがここ、ゴールはあそこね。で相手ブロックがこういますと。でボールが例えば広げられてこっちに来ました。そしたらこの次どうやってプレーします？うん、ここだよね、ここだよね。でレイカって、じゃあここにボールあるときってレイカって大体どの位置にいます？あ、大体そこら辺います。はい、でボールが広がってくると高い位置取って。あ、なるほどなるほど。うん、まあ一般のサッカーってこんなんです。もう一つがちょっとレイカ中入って、もう一つがボールがこう広がってくると、中から抜けてくる。まあこんな感じもありますよね。うん、で結局はこうやって広がる。で、レイカー広がってそのままね。で普通のサッカーって、こう来たらここにプレーします。うん、これ、30年前から、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人、女子サッカー、シニア、もうみんなこの形になってるんですね。だからセオリーなんですよ。うん、で、次にじゃあボールがこう広げられてきた、そしてここにプレーした時の相手のパワーのかかり方ってどうなるか、ちょっとイメージしてください。うん、はい、1人か2人は2人ぐらい絶対入る。そうですね、このブロックのパワーがここレイカー行くよ、ここに入ったらこれ一気に来ますよね。ってことはここって広い場所、狭い場所。うん、で狭い場所になりますね。特にちょっとそこから見てもらっていいですか？はい、あ、 OK です。そこら辺から見てください。ここからボールが広げられます。広げられた時って相手ってどう動きますか？あそこにあったボールを、はい、どう動きますか？うん、でパワーがこうかかってるところさらにこう来ると、はい、ここにパワーかかりますよね。うん、これが、一般のサッカーです。で強いチームってのはこの流れ、こう来た流れ、
こう来た流れでこう来るのをこっちに相手が来るからもう一回逆へ変えれるっていうのがちょっと強いチーム。もう一つの強いチームがちょっとセンターフォワードの発展。もう一つ強いチームがこれをターゲット、強いセンターフォワードいたらターゲットめがけて放り込んで、でセカンド拾ってくる、うん、っていうのが普通のサッカーですよね。でもう一つ、あのうまいことをなんとかここにパスを通せた、じゃあここから先って普通のサッカーってどんなプレーを選びます？ゴール行くまで縦行って、縦でセンタリングか、そうですよね、はい、じゃあ戻って、それかレイカーに渡して、はい、中の人を使ってワンツーで外行ってセンタリング、うん、これもうまさに大ちゃんの教科書通りのセンターでまさに欲しかった答えそのものでありがとうございますはい、はい、もう一つが強いチームの特徴で、まあこっちに出てくるとブロックがこう動くから、こっから逆裏へ放り込む、後期走ってて逆裏へ放り込む、ボーンって放り込むっていうのをもう一つね、まあ、強いチームがやる、割と今の現在の日本サッカーの強いチームがやるサッカーです。うん、なんとなくもうこれでご存知です。じゃあはい、今言った戦い方の、まあ、攻撃の仕方の中で使ってないのどこでしょう？このスペース全部を見て使ってないのってどこでしょう？相手の裏は使いますよね。多分だって場合によっては裏へドーンって蹴って走らすっていうのもやりますよね。サイド裏とかコーナー付近とかに蹴って走らすっていうのも確かにやりますよね。はい、使ってないのどこでしょう？そうですね、一般のサッカーってここ使わないです、うん、これがもう30年前からマニュアル化されて、もう無意識化に、みんなの無意識化に落とし込まれてる。じゃあ次、ロンドのサッカーって、今ね結構ヨーロッパの方では僕マニュアル化されてきちゃってると思うんですけど、最近バルサの U12 の子たち日本来てるじゃないですか。子たちの試合見ててもああマニュアル化されてるなと、うん、だから、じゃあロンドンのサッカーも、はこういう動かし方は、外の動かし方、今言ったような動かし方はしないんですけれども、だけどロンドンのサッカーでも、まあ、僕はやけどって言ってるんですけど、やけどしてる人たちの共通してることは、ここ使わないんです全然。だからここだけなんです、このブロックの外回しだけなんです。で、外回しと裏、これだけなんです、うん、でこれが実はいくらこの外がロンドでも結局一般的な普通のサッカーとやってること変わらないですよ。まあポゼッションとかね、そのリスクはだいぶ消すことはできるけど結局変わらないですよっていうのは、これがロンドのやけどしてるバージョンのサッカーです。うん、今イングランドにどんどんロンドン取り入れて、ね、プレミアリーグどんどん面白くなってるけど、でも明確に僕はそこも楽しんでるんですけど、明確にうまく入ってるチームとやけどしてるチーム明確に出てます。外で回ってるか、最後ゴールポジションは高いけど、最後ゴールまで行けてないし、入れてないとか、そうです、そうです。でロンドンのサッカーっていうのは何かしらですよ、結構例えばグアルディオラですとか、今僕大好きなのはデゼルビか、うん、デゼルビとか、そういう選手、そういう監督たちは実はそういう監督たちのロンドは実はこの中があるんです。じゃあなんでこのブロックの中に侵入するの、うん、いうことをちょっと今さっと説明しますね。まずこの前ブライトンの三笘がスーパーゴール決めたじゃないですか、うん、シーンってボールを持ってる、センターバックの人がこういう状態からこうゆっくり歩いてったんですね。で下がって下がって下がって、そうでこういう状態になってる。でこれはここ入れるし、こともできますし、だけど、これ圧縮をここでかけてるんで、さあ実際ここで圧縮かけたらここも警戒して絞られてくる。
さあどこがフリーになりますか。ですよね。であのシーンでは高橋出てきてゆっくりゆっくり行きながらいつの間にかこの人がブロックの中に侵入できるシーンが作れて、でここで圧縮がかかってやばいやばいっていう圧縮がかかって、ね、ゲートの入り口に向かってるんですよ。で見てください、あっちがフリーなんです。で大ちゃんここ来てあっちにパスして、でこれが、はい、フリーの三笘に最初渡って、これ慌てて切った高橋、それ持って慌てて出てきた相手の、はい、ここ入ってって、ここからそのままゴール向かってって、うん、こういうシーンだったんです。だからブロックの中に三笘侵入してって、でだからその後は、ゲートを縫っていくドリブルをしたんです、うん、でここでも戻して、ここでもゲートの中へ入ろうとする素振りをしている。まあ場合によってはあのカツレバルサとかこういうのあったんですよ。よくこういうあのゲートの前に出てきてる選手がいたら、まあ、あれがスタートポジションなんです。前の選手もみんなそうです。スタートポジションってあれなんです。リターン、はい、こうやってわざとリターンして、リターンしたりして、であそこに固めちゃうんです。で歩いていくと自然にこういう形になって、これはまあ止まった状態でボールに食いついて、いつの間にかここ取られてる、こういう状態も起きる。まあ場合によってはこうやるだけであの2人がこっちに出てくるんです。ちょっとその2人出して、高橋この2人がこのボールを流す、はい OK。 そうするとここの選手が部屋の中自然に入ってくる。でこの時に大ちゃん、はいはい、どこがめちゃくちゃ開きますか。めちゃくちゃフリーになります。開きます、うん、でこういう状態が起こるんです。でああいうサイドフリーになった人はもちろん縦からえぐってセンタリングとかアーリークロスとか、ロンドンにもそれあるんです。あるけれどもアーリークロス、縦からえぐとか、アーリークロスとか、それからあのクリアもあるんです。一発裏もあるんですよ、ロンドン。だけどそれ全部二の次なんです。一番はこの部屋の中に侵入する敵のアジトの中に、これが密かに侵入する。だから敵だってこれ知らん間にこうここ侵入されているわけです。これ一つの方法です。他にいっぱいありますね。ボールこの人がちょっと食いついてるとしますね。食いついてるとします。で僕はこれチャレンジとあとカバーが若干入っている感じなんですけどね、僕が例えばじゃあゲートの入り口ここあるじゃないですか。あれこの2人ゲートめっちゃ開けてくれてるなと思って、大ちゃんはそれを引きつける、あの引きつけるっていうのはあのそのままでいいです。あのこのまま釣り出すような、このまま釣り出すような、こう来るからこのまま釣り出すような感じで、このタイミングで僕にパスください。そうするとこれ簡単に侵入させてくれるんですよ。そうとかいろんなパターンがあるんですね。うん、あのこのゲートの入り口を見とけば、うん、で、はい、じゃあ大ちゃんこっち来てください。じゃあ今なんでこの中に侵入した方があのいいって、あのグアルディオラやデゼルビ監督やああいう人たちの温度はなんで侵入した方がいいと考えるのか、これが一番選択肢の一番侵入なんです。あの人も侵入狙う、この人も侵入狙う、あの人も侵入狙う、うん、ただし最初はここ開けてるけど侵入狙う、でここも侵入狙う。なんで侵入を一番に考えるのか、圧縮させて、それ実は2番目なんです。圧縮させてスペースを広く使うっていうのはこれは2番目なんです。あのキャンセルした時に圧縮するとやっぱ狭くなります。でそうするとやっぱり無理が生じるんで、でも無理が生じた時にキャンセルをするとフリーになってるのがいっぱいできるっていうのはこれは一つの考え。だけどこれ2番目なんです。1番これ見ててください。例えばですよ、あの侵入の仕方として、僕とかあのもうこの連中もそうですけどよくやるんですけど、相手がボケっとしてるとスーッて間塗っていったりするんですよね。じゃあ侵入したとします。じゃあ侵入した瞬間に大ちゃんよく見てね、侵入した瞬間に高橋は、そこの、
間に立ってる間ね。でレイカは、レイカは、ちょっと待って、もうちょい後ろから、間に絡みに来て、でコウキも、タカシの後ろにこう入れ、受ける人抜ける人の動きで絡みに来て、見てくださいどうなるか、これ今外回しじゃないですか、ね、外回しってのはロンドでも基本中の基本だけど、外回しの中から突然侵入します。隙を見つけて敵のアジトの中に、ね、いきなり侵入します。侵入した瞬間に、侵入した瞬間に何が起こってるのか、コウキ、ここに絡みに来て、ここまっすぐここへ、もう一回やりますよ、パッと入って、侵入した瞬間に、例えば大ちゃんここ固めて、はい、大ちゃんここ固めて、ゲートの入り口で大ちゃんが固めてくれたところに自分がここのここを見て、はい、これパッと侵入した瞬間にブロックの中にね、人数をかけることでね、敵ブロックってここに、敵の選手たちってこっちに外側にいるんです。で内側にこんだけ人数かけられると、これ、ま、もし大ちゃんを守ってるとしたらどう思います？誰にまずついていたか分からなくなりますね。しかも何が起こってるか分かります？大ちゃん、はい、これ外側の人全部取っ払っちゃう。大ちゃんちょっと 見に来てね。でしかも大ちゃんも下からついてくるんですよ。うん、はい、取っ払いました。で大ちゃん下からつい、あの毎日ミスが出た時のために大ちゃん下からついてる。何が起こってます？ブロックの内側で、とんでもないこと起こってますね。これもし大ちゃんこれ守ってるとしたら、えらいことになりますよね。これがロンドンのからくりです、うん、侵入した瞬間に周りの人も侵入してくる。じゃあ、例えばレイカここからあの入ってきたと手で侵入してくる。であそこに固まりに行きますよね。でその瞬間いて、レイカサイドが後ろから出てくると、あそこに固まりはできるし、こっちはフリーになるし、あっちもフリーになるし、そうです。まあまあもちろんこういうのもあるんです。サイドでレイカこっち、誰か侵入した瞬間にサイドバックがインナーラップしていくっていうのもあるんです。でウイングがそっちってのもあります。レイカ入ってて、ね、ここにスペースができて、相手はもうやばいと思って、もう内側取られるとやばいと思って、でここがフリーで、基本はこれ大ちゃんどうですか、基本は固めて外使う必要あります？この状態で。で、ですよね。だからブロックの中に侵入したらかき混ぜるってこういうことなんです。そうです。で、ここが難しい状況になる場合もあります。だからキャンセルして外とかやり直す。ドフリーです。これが侵入のからくりです。はい。そういうことです。そういうことです。敵のアジトの中に、はい、あの密かに侵入して、で油断してるとこ侵入したり、敵のアジトです、アジトの中にいきなり侵入されてかき混ぜられたら、ね、もし大ちゃんが敵だったらどんな心境になります？はい、それがロンドンです。はい、はい、でこういうトレーニングを、まあ、この先あのロンドンでもやってきますし、大ちゃんの母校の東大和さんも最終的な段階に来てます。はい、以上です。はい、じゃあちょっと、はい、はい、ということで、中編ですね、はい、中編をやって、この間の前編に続きまして、今日はゲートのアジト、ね、攻撃スイッチの入れるタイミングね、うん、入れるタイミングの中編をやっていきました、うん、はい、どうです？大ちゃん、攻撃スイッチ入れるタイミングってあそこなんです。だから誰かが侵入した時にグッてこう内が取っていく。良かったですね。あのいつもロンドンの池田さんが受けてくれる動画とか見ると、はい、あのポジションはやっぱりすごい高くなって、うん、相手に取られ、これだったら取られないだろうなと思ったんですけど、どこでゴールにつながるのか分からなくて、うんうんうん、であの僕の母校の試合とか見てても、要所要所でチキタカとかやってたりとか、うんうんうん、ボールは確かに取られなくなってるけど、キルマールターンとかもできてて、うん、ただゴールにつながる瞬間が、うん、うまくいくときといかないときの、うん、その
った時はパパパパって行くんですけど、うん、行かない時のなんかモヤモヤ感があって、うん、なかなかこう実は侵入できないっていうね。そうです、そうです、うん、あれがこれ決まった時との違いだったの、うん、そう、あれいいとこ言ってくれました。で、急差式ロンドっていうのはこういう侵入すること、侵入するタイミングをとにかく選手たちが上手くなっていく、で それが自然に上手くなっていく、まあ、そういうメソッドが急差式ロンドで、この侵入が上手く、侵入を上手くするってものすごく難しいんですよ。いろんな感覚を身につけてもらわないといけないし、前に身につけていかないといけないし、そうだけど、そういったことを地域の末端レベルから身につけられるようにしたのが清差式ロンドで、これからの大ちゃんのね、イッシーも含めてね、あのご成長を頑張りましょう。はい、大変楽しみにします。はい、はい、じゃあということですね、はい、中編、で次回は、こう 3段階に分かれて、そうですね、あの後編、はい、こうやっていきます、トレーニングそのものですね、はい、はい、では、今日はこれで終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。蹴るの。だから、ここで蹴るから速くなる。僕ね、日本がワールドカップで優勝する姿が見たいんです。例えば、敵に対してファーストタッチ距離取ったら…地域の子供から大人まで、ロンドンを操る世界唯一の国にしたい。運動ストレスよし、オッケー、はい、じゃあ行こう。